ジで。そうですよ。この番組はキャラのスポンサーでしょうな。今日も、生徒の専門家李先生と、ボスレーナーのマホンが、お送りいたしますが、まあ我々引き続き、うん、あの VTuber さん、最近流行るの、はい、流行り物には目がないじゃないですか我々。まあね、旬のね、そう、はい、追いかけないと、はい、そうです、追いかけていこうと、追いつかせてくれよと、はい、言わんばかりに、あの勉強をですね、はい、させていただいておりまして。うん、今日もちょっと、はい、引き続き、あの勉強を兼ねての、リアクション動画やっていきたいと思います。やりましょう、やりましょう。まあ、あのいつも通りですね、これルーティン化してきたんですけども、うん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 、動画を上げます、うん、皆さんがコメントをくださいます、うん、そのコメントを見ます、うん、おこんなあんのかっつってそっから得るみたいな、そっから勉強してる、そう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 、教材なんです、そう本当に本当にあかんです、いつも。今日もちょっとその中で、うん、特にこれ皆さんおっしゃってくださってるなっていうやつがあったので、うん、はいはい、それは今日先生と一緒に見ていきたいなと思ってます。楽しみですね。そうで、僕も何にも、あ、そうっすか、何も知らないですか。何にも知らないし、うん、そう、僕も 0.5 ぐらいしか知らない、ちょっとうっすらなんですね、こういうことね、みたいなぐらいにしておきました。なるほど、分析はしないといけない。今日見ていくのがですね、はい、こちらです。境目っていうのかな、これキングヌーのカバー。あー、なるほどね。今日ですね、はいはい、あの二次三次所属の、はい、ですね、リュウシェンさんって言うんですね、これね、っていう方なんですけれども、はい、のチャンネルで上がっている、うん、あのカバーなんですけれども、はい、これメンバーがいます、うんうん、これタイトル、はいはい、全部僕たちの声、はい、つまりアカペラ、アカペラなんですよ。ということでメンバー紹介いきますよ。ボーカル、はい、なリュウシェンさん、リュウシェンさん、うん、メインね、うん、そしてマチサチモさん、来た、あ、来た来たぜ、あー、マチサさん、そう、リュウシェンさんは今回の初見で、うん、拝見させていただきますが、うんうん、マチサさん、この間ポニーをですねリアクションさせていただきました。マチタさんのね、底力を見た、牙たるや、牙でもうまだグサグサ突き刺さってる状態でまだ治ってないんです、そうそうそう、治ってない満身創痍で、あれ一月前ぐらいですから、そうまだ感知してないんですけどなるほどね、また来られちゃう、ちょっと傷口を押さえながら聞く、そうそうそう、はい、あの、はい、渡来ひばりさんって方ですね。あ、渡来さん、渡来さん、うん、この方もですね、はい、よくコメント欄で拝見するんですよ、うんうんうん、でも多分僕ら初見なんです、これ実力者です、これ実力者っすね、きっと、うん、皆さんがそう言うんだな、皆さんが言うんだったらそうです、ね、驚くべき、先生これ僕最初これ引っかかったんですけど、おいおいおい、これなんて読むか分かります、これ、え、これジョーカーさん、ジョーカーさん ですよね、はい、ジョー力一って読むんですよ、これ咀嚼な咀嚼な読み方、そうそう、一回騙して僕は引っかかったんですよ。ラストですね、はい、長尾圭さんという方ですね。おお、長尾さんね、町田さん以外初見ですから、そうですよ、そうですよ、やったぜ、なるほど、これでも難易度、この鬼のやつでしょ、だって常田さん、まあ、僕も実はヒューマンビートボクサーですから、そうですよね、プロの僕ヒューマンビートボクサーの先生なんで、もともとそれもありつつでちょっと見ていきたいなと思います、はい、ちょっと楽しみだなって感じでですね、このチャンネルでは日々あの主にボイトレ関係の話とかですね、はい、今日みたいなリアクション動画とかアップロードしますので、うん、まだチャンネル登録お済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ行っちゃいましょうって感じでですね、これ全然関係ないですけど、うん、さっき町田さんの普段の配信を見るっていう、うん、クソダラダラ動画をですね、はい、あのサブチャンネルでアップしてますんで、うん、それもちょっと楽しかったんで、ぜひあの皆さんチャンネル見てください。サブチャンネル概要欄に貼ってるんでね、はい、見ていきたいなと、はい、聞いていきたいなと思います。綺麗、ちょっと待ってくださいね。待ってください。待ってください。待ってくださいよ。町田さんが聞こえるっすね。あ、聞こえてくるよね。はい、まあ、知ってるからなんですけどね、はい。これはしょうがないんです。許してほしいんですけど。うんうんうん、いる。重なってるけど、はいはい、これ多分、うん、よーく聞いたらちゃんとみんないるんでしょうね。うん、この初見の初見の段階では聞き分けることができないけれども。うん、でも心地いいですよね、これね。めちゃめちゃ気持ちいいっすね。うん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 、幻想的だ。アレンジがやっぱ結構大事だったりするんで。そうですね。アカペラはそうですね。うんうんうん、いいですね、アレンジ。めちゃくちゃいいです。うん、入り込める、入り込める。聞きたい、聞きたい。幻想的。教会のね、そうですね、これをみんなヤバいって言うから、おあ、いいですね、おお、ちょっともう鳥肌だな、あっ、おお、
ょっと予想外だった。これリュウシェンさんかな。これリュウシェンさん。あ、そっか。演技がちょっと入ってていいですね。これそうなんですよ。表情が見えるんですよね。そう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 。なぜかというと、やっぱファルセットをあのベースとしてるのが多分原曲だと思うんですが、そうですね。その感じじゃないですよね。全然。うんうん、声帯の音がしますね。音がする。だからもうそのまあリスペクトもちろんありながらの、うん、自分たちの楽曲として、いやそうです。今こう。あの一発目からこれも含めアレンジなんだろうな、ね、あいいですね多分これ、うん、後ろでやっぱアカペラじゃないですか、うん、後ろでこう鳴ってるの全部声で、うん、ふわっとしたニュアンスのメロディーだから、うん、そこでちょっと裏声チックにいっちゃうとかぶるんじゃないですか。そうだよね、そうだよね。だから結構真ん中抜くようにして、うん、ミドルでいってんじゃないですかね、うん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 、この入り好き、そうエッジがめちゃくちゃ好きやーこれあなた、これいいですよ。いいね、そっから艶やかに艶やかにピタッとくる。詰まってない。そうなんです、ね。詰まってない。あーってなっちゃうと、そうそうそう気持ち悪いから。そうなんですよ。あーってね、こっちに行きたい。そうなることが多いんだけどね。そう。周りになることが多いんで、要注意なんですけど、そう。この移行ができるんだったら、うん、もうこのエッジは、そう。もうめちゃくちゃいいです。もういいよ。レベル10。って感じですよ。そう。で、こっから切るよ。意外いいっすね。してこの「い」が良かった。で甘いのよ。甘いっすね。全体甘いのよね。甘いキャンディー。そう、飴っていうかキャンディーキャンディーキャンディー感ある。ちょっと可愛らしさもある。そうそう、なんかちょっとこ う, うキュートななんていうか人懐っこさがある、ね、分かるなー、めちゃめちゃ分かるな。 すごく響きの位置がなんかね、たなんか縦に立体的だな、この人の声。いい声してますよ、うん、あなたが望むならこの腕を頭がバッチリ。ああいいね、ここのね、慣れたならこの先、そこまでは結構甘めで、ここにも持ってきてるんですよ。そうそうそう、この縦が見えたんですけど、だけどその最後のならは結構そうしっかり鳴らしてるんですよね。で泣きが入ってるんですよね、うん、そうそう、だからもう物語なんですよね。いやそうなんですよ、叙述詩みたいこの時点でこの時点でもう魔法にかけられちゃったんですよ。もうね今ね、もう幻想的、うわーっわーってわーっつって召喚されそう。そうそう。めちゃめちゃ幻想的ですよね。ね。ここ入ってますね。入ってる。縦に。うん、ここからね。中からね。お。はい。おーい。これが多分。これ分かる、予想していいっすかこれ、うんうんうん、いや予想なんすけど予想いや分かる、はいはい、予想なんすけど、はいはい、渡来さんなんじゃないですかこれ。あ、そうです、予想ですよ。ちょっと答え合わせしてください。答え合わせしていいっすか。渡来さんだよ。渡来さんか。渡来さんだ。ワンポイント、ワンポイントありがとうございます、はい、なんでそう思ったかっていうと、はいはい、歌が上手いからでした。あ、なるほどね。歌が上手い、なるほど、歌が上手い感じ。皆さんの事前情報と答え合わせができた。そうそうそう。歌うまと思って。なるほど、ね。深い系なんですよ。ははは。ニュアンスとしてはですよ。ああ、もう一回聞きたいな。ね、広がりがあるんですよ。いきますよ。ここな、こな、こな、こな。感じ。でもここから。この最後の危うさが、そうそうそう、はからさを出してるんですけど、これ声帯で表現してる、うん、まさにファルセットとミックスで、ね、そうそうそう、ギリギリのところなんですよね。そうそう、これが引き込まれるんですよね、うん、こうやってね。そう、うん、で実際この「ぬー」のところは、うんうんうん、ミックスのポジションになったりならなかったり実際これしてます。そうね、ちょっともう揺れてて。なるほど。でその揺れ方が、うんうん、このミックスのポジションに対して、うんうん、余裕を持ってうん、上からついてるんじゃなくて、うんうんうん、ガーッとこうやって揺れてるんです。いやいやいや、ミックスになってなんなかったら実際してると思うんですよ、うんうんうん、なんかもう揺れちゃってるみたいな。だって、まあ、ビブラートもあるしね。そう、ビブラートもあるし、ビブラートなのかぐらいの感じ。なるほどね、うん、揺れてるのかビブラートなのかみたいな、はかなやつ、味わい深いです。そう、おあ、出た出た、おお。え、これ、これ、ちょっと待ってくださいね。これはこれ町田さんですよね。これ違います、これ違います、トゥトゥトゥ。この感じ、すごくない？すごい。ね、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、ちょっと
ちょっとこっちあったんです。マジ？え、あ、そう。ここまで来てましたね。来てた来てた。完全に。うん、同一人物だとしたら。で別になんか苦しそうでも。そう苦しそうでもない。なんかむしろ一番楽ぐらい。ちゃんと座ってましたね。ね、いやこれいわゆるしっかり胸でなってるやつですね。胸でやなってるやつ。素晴らしいですね。これね。はい。おお。すごい。うえ、カノン。ああ。おお、すげえ。あー、ここね、こう真ん中。うさすが、さすがの揺らぎ。いや、これいいですね。いい。アレンジも。アレンジ。うん。このバックのコーラスもいい感じの時に盛り上げてくれるんですよね。なるほど。この表現力ですよ、町田さんのね。そうですよね。すごいですね。泣きの感じもあるし、表情豊かっすね。ジブリ感もあるし、ある、うん、相変わらずで知ってるんですよね。知ってる、あの裏の顔がある、裏の顔も、そう、あの顔があることもね、今んとこないんですよ、ね、今んとこ仮面なんですけど、仮面、うん、すごいですね、うん、ここすげえ。この、うん、単音じゃないじゃないですか、うん、歌って、うんうんうん、白い息はみたいな、うん、ある程度の高さを言った後に、はい、スムスにってこうちゃんと下がってこれるっていう、はいはい、この面白さはまた、うん、この和のところを、うん、もうちょっと上目に持ってきてる気がするんですよね。あ、はいはいはい。わかります。白い息は、ちょっと、わざと上目に持ってきて、わかるわかる。その後、落とす落差を、ちょっと、なんかこう、呼び水的に、ね。そうそうそう。こうしてる最中なんだと思う。そうそうそう、多分そうだ。気づかなかったけど。こんな私好きでしょ。あ、やばい。悪い意味じゃなくて、なんかそれぐらいの、ね、そうですね、うん、それは確かに波を持たせてますよね、揺らぎも含めて、そう、この下と上の、そう、コントラストが、ここいいわ、ここ真ん中、ここいいんだよね、たまに跳ねるのがいいですね、たまに跳ねるんすよ、うんうん、あの例えばこの前のちょっと跳ねたり、ここ真ん中、ここ真ん中なんだよな、よねよねつじゃみたいな、ふんふんって跳ねて重ねたらいいっすね。これもう相当下はもうブレスティーに行って、そうね、もうね、音になるかならないかぐらいのところの危うさというか、本当っすね、うん、クリューシェン、ここね、確かに甘いっていうか中性的、ちょっと待って、これ性別なんだ、中性的だ、女性ですか、いやちょっと待って、女性のちょっと、いやわかる、男性、わかるわかるわかる、声性別不詳、ユニセックスですよ、なるほど、はい、これ性別不詳、なるほどね、ってことはこれさっきの、うん、トゥトゥトゥはリュウシェンさんか、なるほど、ここね、そうだね、なるほど、ああ、そういうことや、え、そうだよ、そうだそうだ、そういうことや、そういうことだ、あ、すごい面白い、あ、分析、うん、なるほど、え、本当に初見なんだよ、いやー、分からんかった、え、そういうこと、分からんかった、専門家とか言っといて、ね、今日で終わりですよ、今日で終わり、いやいやいや分かったんでいいです最終ね、許してください、その甘さもあったんだな、おお、いいね、かっこいいね、いい、あ、ハモリもいいっすね、オクターブ下でハモってますね、おーおおおお、あー、これリキイッチさん来ましたね、この左側のこのね、リキイッチさん来ましたよ、このジョーカー的な、そう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 、そうで、うん、右側がこれ渡来さん、うん、やっぱ深いわ、この深さ、うん、
やっぱ深さをなんかね、はいはいはい、ずっと押してますよね。おお、ここは上目なんだな。まあ、先生しっかり合わせてね。ああ、しっかり目。面白いな、この人。いい子ですね。なんか意外と多重人格系ですね、渡辺さん。いや、意外と本当に。うん。なんかノーウェルブライト系だと思ったら。なるほど、なるほど。割とミセスっぽい声も出したりして、うんうんうん、器用なのかもしれない。スーパー器用、スーパー器用系で、うん、この曲によっては結構パキッと言ってんのかもしれないですね、うんうん、この入りがいいんですよね。そうこう背負ってくる。そうでこれいいですか、これ、うん、ヒューマンビートボクサーとしてこれ裏で入ってる、うん、はいはい、っていうのが入るんですけど、入ってる。さあさあさあ今同じ音だ。はいはいはい、ほんまやこれがそれを書き立ててるんです。これパーカッションも誰かやってんだろう。でしょう ね, ね, ね。誰がやってんのか。誰かがやってる、ね。気になる。全部僕たちの声です。ね。ね、強い。あ、そうかそう、全部僕たちの声。忘れちゃうぐらいの声。あ、そうかそうかそうか。だから書いとかないと忘れちゃう。そう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 。あ、そうなんだって、ね。あ、へえっつって注意書きしてくれてないと。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。あ、ハモリもいい。次が。いい。うわー、綺麗。おお、うわ、きいいビブラート。あ、うまいですね。これファルセットにおいて深さを作るっていう特徴がありますね、渡辺さん。うん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 、響きもいいんだよな。響き、そしてね、めっちゃ綺麗です。生涯このビブラート、ああ、これ千葉さん、これ千葉さんですね。なるほど。うめえな。うまいんですよ。うめえな。うまいんですよ。うまいんですよ。さっきの A メロっていうかとはまた違うポジションでというか、歌ってくれましたよね。上から言ってましたね。上から全然あのちょっと掴ありで、そう、はい、ふわふわしてるけど強い感じする。さあここやばいなんでしょうね。これ得意なんですか。そう、得意なんです。揺らぎ、うん、さあみたいなもの、揺らぎだなって力みないやつない。ああまさに雪のような、きった、うわあれ渡辺さんでしょうね、これ。おー、ちょちょい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 、これ渡辺さんですね。え、でもこれはどちらかっていうとあのそれこそユーリさんっぽいような、あ、わかります、地声の、わかるわかるわかる、かっこよさが、地声張り付き系ね。だからこっちもあるんだ。あてぇ、なんかここに深さを感じるんだよな。前、いいですね。おー、あー、わかるよ。これむずいんすけど、うんうんうん、なんだろう、この深さは、実は、うん、語弊があるんですけど、うん、深い音になってるだけで、意外と喉のポジションはミドルか、うんうん、意外とちょっと浅いっす。しかも浅いところあるよね。ある。普通にね。手とか。うんうんうん、意外と。深いんですけど、うん、その、ドーム状の、こういう筒感ではないし、ね。ああ、そりゃそうだよね。うん。なるほど。その芯の深さっていうよりは、ニュアンスの深さだから、当たり、当たりってこう生きるんですよ。うん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 、こっちで言っちゃうと、こんなにパキっていけないっていうか、スピードが落ちる感じになっちゃうんですけど、うん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 、それが結構面白いなっていうか。なんかその、多分ですけど、うん、まあ、ちょっともう、あれですけど、はい、マニアックすぎて、ちょっと飛ばしてもらってもいいですか。もうすでにマニアックです。結構ですね、この、生理的に自然なポジションっていうのがあって、まあ、あ声には。わかります。で、僕らのこの、頸椎っていうのがここに入ってるんですよ。はいはい。首の周りに沿って、ね、それによって、うん、喉のポジションっていうのが変わるんですよ。そうすると、そのポジションによって声帯が取れる、ああね、楽な感じってのが変わるから、うん、わかります、わかります。もしかしたらその音程に応じた高さが本人の中でも気持ちいいところがあって、うん、それによるなんか筒感の自由なグラデーションが効いてんのかな。なるほど。今、
あの思ってたんですけど、ちょっと多分マニアックすぎるんで、あの確かに早送りでいいです。カットが早送りでいいです。本当にいろんな考察ができますよね。できますね。面白いですね。まあ、とりあえず言えるのは器用で、なんかわかんないですけど、皆さんの印象、うんうん、その渡辺さんのイメージとしてド直球歌うま系って思ってる人がいるかも、うん、知れないです。で、歌はめちゃくちゃうまい、うん、実際そうなんですけど、うん、意外とトリッキーですよ。なるほど。オーソドックスに見えるんだけど、うん、ルートが違いますね、うん、僕の印象はそうですね。ここからは聞いてなく、そう、この感じ、そうなんですよ。急に上に来てから、そうそう、だから意外となんですよね、うん、でも本当に深くはないっていう。グラデーション持ってでも来たから、まあすごいよね。いやすごい、うん、くるっ、お、今の裏返しテクニカルでしたね。しみわたろうね、河村隆一を発生させる。あ、いや大好きです。すごい、いや、テクニックが入りますね。これはいいですね。こうやってこうくるくるくる系だな、いろいろやる系、弱い。そしてミュージシャンさん、甘い。序盤に見せた泣きも入れてくれましたし、この人エッジすごく細やかに随所入れてきましたね、今、うん、3回連続ぐらい入ってました今。うわぁ、お、迫る、うん、うわぁ、おぉ、綺麗、綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。なるほど。全部が。うん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 。ユーシェンさんは、これマジ表現むずいっすけど、つかみどころがないっすね。そうなんですよ。いや、マジで全然わかんないっすよ。ねえ、わかんない。え、不詳なんですよ。そうなんだ。うん。わからんもん。俺不詳やな。不詳。もっと聞きたいね。いや、そう。ユーシェンさんの。うん。声を。さっきの渡来さんとか、うんうん、町田さんとかとは、うん、違う多面性がある。うん。多面っていうかもう、レイヤー。面じゃないの、はい、そうですね。あれみたいな。あ、ちょ、ああ、リュウジェンさんか。感じ。つかみだって、はい、この、こういう心地よいハーモニーを出すためには、ある程度声色をやっぱ揃えないといけないので、ああね。かといって、やっぱり皆さん、キャラクターがあるじゃないですか。確かに確かに確かに。なので、そのキャラクターの声を出すために、やっぱりその、メインでいる人は、その自分の個性を出しつつ、裏に回ったら、そうね、みんな、やっぱハーモニー重視にって歌ってるんですよね。こうなんないといけないですからね。そう。そう、だから、なんかそう、裏に回ったのに主張しないというか、はいはいはい、その、なんていうか、ちゃんと出番があって、そういった、その、いわゆる、チームワークっていうのが見えて、うん、なんかそこが一番僕はなんかこう、トータルに見たときに心地よい。確かに。面白い。総合的にちゃんとまとまってますよね、うん、なんか、うん。これ大変だっただろうな、作るの。いや、めっちゃ大変なんですよ、アカペラの録音。おぉ、うわ、パーカッションこれスネアめちゃくちゃいいね。スネアめっちゃいいな。どうやってんだこれ。スネアってクッってやるんですよ、うん、とか。あー、そうね、これ系か。うまでもこうか。あー、それだ。これか。うまこれか。うわ、うまボイスパンカッションはこうなんですよ。そうだよね。ボイスパンカッションは優勢音なんですよ。つまりドゥ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 。あ、なるほどね。ドゥドゥドゥこうなんですよ。おー、でヒューマンビートボックス、あ、そうか、ヒカキンさんとかがやってるのは無声なんですね、うん、あ、そうか、バスラーこうなんですよ、うん、こっちなんです。これ声使ってないですよ。でもこれ声なんですよね、うんうんうん、声でやってるっていう、そういう違いがあって。なるほど。そうそう、これ全部僕たちの声ですから、ね、そう、うん、全部ですよ。 DIY してる。ベースもね、うん、あー、ベースいいね。ドゥ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 、うめー、うわうわおー、うわ、あー、え、ここへ来た。
て待て待て待て、ここへ来て長尾さん来ました。いやこのなんか美しい見た目されてる、うんはい、この感じラスボス感やばいな。いますもちろん今までいましたよ、いましたよ、いましたよ。ここで初めてこうあのもう正面像を見れる感じ、うん、嬉しい。最後来たっていう、うん、マジで？いや、待って待って、え？なんかもう歌唱力インフレしてません？なんかもうね、隠しキャラの次ボスキャラがいたい。そうそう。しかも合ってますよね、リキッさんのルックスが合ってますよね。そうそうそう、ボス倒したと思ったらシュンって。びっくりした。いやーびっくりしましたね。これ多分ずっと多分低音部分で2人探して、そうそう停止してたんですよ。多分本当のこの声はたまに多分出てきてたんですけど、出てきた顔に、ね、一番正面像でそうこう見えたのが今ここですよ、ね、やばー。しかもこの静かになるラスサビの前のねここで隠してた。2人とも言葉丁寧に言いますね。丁寧でした。丁寧丁寧、大切にしてる、大切。大切にしてた、ね、伝道師ですよこれはね。撫でてた、あーそうね、言葉を、うん、めでてた。まずこの頭の子です、子、こうこうね、この敬を大事に、そう宝箱からピューって開けてるんです。開けてるよこれ、しかもねこう今これですよ。そうそうそう、この愛が、その後大事にかかこうやってね、そう包むんですよね。この後もちょっと聞いてください。本当これ。大切にしてますよ。してる。こぼれちゃう、こぼれちゃう。ここ好き。このポジション独特じゃないですかこれ。ここでちょっと感情的に聞こえるんですよね。ね。なんかその、そ今は言葉を、ね、言葉で言ってる感じ。確かに確かに。うん、言葉を本当に、そうそうそう、できるだけ、うん、そのまま純粋に伝えようとした結果の歌みたいな。だからハイトーンの歌い方では、ここではない。ない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 ですね。本人できると思うんですが、できるね、ここ言葉を最優先にした結果、間違いない。このテイクを選択した可能性があります。いやいやいや、そう名すぎ。言葉ファーストですよね。そうそうそう。本当に。言葉ファースト。何やねんそれ。本当に何やねんそれシリーズ出てますよ。我々たまにやっちゃいますけど、ね、新しいことも作っちゃいますけど、はい、いやいいっすね。やっぱ豊かなんですよこれ。すごくないですか。もうすっごい綺麗に繋がってますよね。ファルからミックスまで、ミックスまでいってるよね。余計な力感もないしね、力位置なのにないっすよ。そうですね。そうです。そっちの力はない。力なし。そっちの力なし。力無です。そう、力。怒られる。そうそう。大丈夫です。褒めてます。大丈夫、褒めてますから。だからこのファルの時点で、ミックスに入れることが確定してるミック、あの、ファルなんですよ。なあ、そうだね。そう。この段階で。あ、そこがね。そう、もうこの、そうそう。この段階で。今のなですか？そう、な。あいいですね。なの段階で、もう、なんならミックスよ。はい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 、なんだろう、出して、ね、こう、あ、こういい、くでね、くでミックスみたいなね。これでも低音豊か系ですよね。そう、低音豊か系なんだよな。低音豊か系、ね、低音豊か系。低音豊かさ、低音豊かさ。やばいやばい、これは怒られます。これは怒られます。原型がないから。とりあえずすいませんでした。そう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 、謝っとき許されると思う。そうなんですよね、はいはい。このコーラス隊の低音がやっぱ担ってくれてたんですよ。そうだわ。そうなんでしょうね。そうだ。あったかかったんですよ、ずっと。あったかかったんだ。ね、これからの季節にぴったりですわ。そうですね。もう秋でやってきますからね、はい、うん。そうだわ。足元をね、温めてくれてたんですね。そうですね。いや、嬉しい。小さい秋見つけました。あったんだって、そうこんなところに、はい、いやーこれはおお出た、これがシェンさんでしょ、来た、あお最後最後パリッといきましたね、ちょっと、あ、違う、渡来さんこれ、おおマジでマジで、そうですよ、渡来さん、これはマジ、これはまあよく言う
実力の証明箇所ですよ。いや、間違いないですね。ね、うん、よく言うか、さておいて。そうですね。これはもう、これはもう、水戸黄門のこと、あれですか、引導ですから。夢とどうこれ来てますね、はい、証明ですね、これ。うん。ああ、いい。これ、まっすぐ、でっかわ、ぐっ、最後ね。入ってます、ね。持ってってんですよね。声帯これもいいよね。割と喉の上部あたりの組織の、歪みの音ですね。最後のね。で、この感じだと、結構エモく終われますよね。うん、終われますね。うんうんうん、でこれ結構、マジで。夢となった感じがします。いいですね。これね、メモするとこかもしれないですね。これわたらい。そうわたらいボイスってね。あとで終わり方って。そうそう、終わり方って。あとで見返しても全然わかんないです。わかんない。わたらいボイスって。終わり方って。そうそうそう。なんだっけ、これって。そしてね、いい、泣きを含んでる。いや、マジで。もう刺されて。あ、ここは。この、これめっちゃ細かいですけど、うん、湯もかなってんですよ、これ。これいいっすか？わかります？あー僕は聞き逃さないですから。この。細かいっすよ。これはね、オーガニックですね。オーガニック。オーガニックですよね。歪んじゃったって感じ。ねえ。もう感情が入ってんすね。入っちゃって、歪んじゃったって。うん、いいっすね。これ気づかない人もいると思うんで、聞き返してほしいっすね。しっかり。うん、圧かかってるっていうか気持ち入ってるんですよ。ゆっ、うん、いやこのコンビネーション最高っすね。最高ですけど、なんかリュウシェンさんの、はい、やっぱり声は奥行き不詳なんですよ、ね。いや、わかる。まだ把握しきれてない。正面から見たら、まあ真ん中なんだなって思うんですけど、うんうんうん、こう見るとあれ無限に奥行きがあるみたいな。でもここすごいなんかやっぱり正面像が、ね、そうそうそう、ここが正面像ですね、うんうんうん、正面を正面から見えてますけど、そう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 、こう見角度変えた時に、うん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 、えぐい、うん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 、えぐいなのか、角度変えた時がそうなの。そう、まっすぐ見た、うんうん、あ、はいはい、真四角かみたいな感じ、こう見た、うんうん、あれみたいな、そう、めちゃめちゃ先までないかみたいな、ねえ、うわとかね、あ、綺麗ねえ、ね、お、あ、お、綺麗、え、ちょっともう一回撮ってみたい。町田さん、さっきの町田さんと揺らすね。え、揺らすよ、細かいのよ、細かい。なるほど、あー、後ろもいい。鳥肌よかったっすね。めちゃめちゃよかったわ。1分に1回ぐらい鳥肌立っちゃうやつですね、うん、これ。いや、これあと10回ぐらい聞かないと確かにいけないやつですね、これね。奥行きがやばい、この曲、このカバー、うん、どこ解説していいかわからないぐらい。いや、そうなんですよ、もうみっちり詰まってたから。いや、そうそうそう、もう見渡す限りの何でしょう、見渡す限りの財宝がなんかおもちゃ屋さんに来た子供みたいになってます。いや、もう本当にそう、トイザラス気が散っちゃうんですよ、なんかちっちゃう、もうわーって本当に夢の中に、そう、幻想の中に、トイザラスですね、トイザラス、わーってこれ我々にはたまらない、たまらなかったです、声に囲まれて、いや、とても幸せな時間、本当にありがとうございます。皆さん教えていただいて、こんなね素敵なカバーをですね、教えていただいてありがとうございます。皆さんのおかげもあり、そして、うん、この5名の VTuber の方にも、はい、大変大感謝という感じで。そうですね。一応、うん、声の解説も、はい、いろいろ、あと見解とかもですね、挟ませていただきましたんでね、はい、今回の動画、少しでも良かったという方は、グッドボタンと、はい、あとチャンネル登録まだお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。今回の動画も皆さんから教えていただいたのがきっかけで、うん、撮らせていただいたんで、このカバーすごいよと、はい、この人すごいよとか、うん、この楽曲に関する豆知識とかもいただけるとコメントね、嬉しいので、いつも全部、はい、本当に全部見てますのでね、ぜひそういうのもよろしくお願いします。はい、いう感じで、本家様の URL 概要欄に貼ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。って感じで、生態の専門家李先生、それから、ボイスレーナーの魔法がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。